提督、惑星ストリームまであと17分ですが、周囲に強力なエネルギー反応があります。エクスキューショナーか。残念ながらそのようです。すまないが、君たちを惑星ストリームへ転送降下させることはできないようだ。諦めるっていうの？まあ待ちたまえ、そうは言ってないだろう。君たちにはアクアエイリーが周回軌道に入る前にシャトルで惑星ストリームに向かってもらう。提督、あなたたちは？ああ、決まっている。エクスキューショナーを引きつけるのさ、このアクアエリーでな。そんな、自殺行為ですよ。しかしそれしか方法はない。君たちを無事に送り届けることができなくて残念だが、それも仕方のないことだ。何、私とてむざむざやられはしないさ。連邦最強のこの艦の力、奴らに見せつけてみせる。しかし、おっさんの言う通りだ。俺もその方法しかないと思うぜ。残念だけど。全艦のクルーに告ぐ。諸君、これから行う戦闘は人類の命運をかけた戦闘だ。このアクアエリーのクルーは連邦一、いや銀河一のクルーであることをここで証明しよう。たとえ滅びが神の意志であろうとも、我々はそれに逆らい生き延びることを選択しようではないか。任せてください。やってやりましょう、艦長。奴らに一泡吹かせてやりますよ。行くぞ、我が盟友たちよ。
予想通りゴロゴロいるわよ。みんな覚悟はいい？一気にタイムゲートまで行くぞ。うん。ええ。任しとけってんだ。あ。うん。エリアルレイド！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 このタグは、はい。これがタイムゲート。コネクションの紋章遺伝子。空間をつなぎ、道を開くのはあなた、と博士は言ってたわね。でも私、そう言われても一体どうしたらいいのか。そうか、そりゃそうだよな。ごめんなさい。なんだよ。お前が謝ることじゃないだろ。うん、だけど気にするなよな。うん。彼女はまだ覚醒してないんだ。分かってる、ごめん。うん、黙って見ていてもしょうがないよな。とりあえずゲートを調べてみよう。そうね。どうした、ソフィア。私、なんだか頭痛い。大丈夫か？うん、ごめんね、こんな時に。いいって、辛かったらすぐに言うんだぞ。黙ってて。ここまでは通常の動作なんだから。どうした？手が熱いの。何これ、私どうして？
大丈夫か？こりゃ…なんだって言うんだい？タイムゲートが…おいおい、なんだこりゃ。変なの？これが FD 空間。そうなんだろうな、多分。どうしてわかる？理由はわからないわ。けど、感じる。確かにそうなのよ。これが FD 空間だわ。ああ、僕もそう思う。体の奥の何かが、そう言ってるんです。正直よくわかんないけど、みんなが嘘言うわけないもんね。お前らがそう言うんだ。きっとそうなんだろうな。この奥に創造主がいるわけね。でも、FD 空間で僕たちは存在できるのかな。そうだよね。次元が違うわけだし。それは正直わからないわね。だけど、博士たちが何も対処していないとは考えづらいでしょう。でも、万が一ということもありますよ。どうなんだ。私たちには先に進むしか選択肢はないんだろ。だったらせいぜい抗ってやろうじゃないか、その創造主とやらにさ。ま、そういうこったな。人間思い切りが肝心だぜ。そうだね。行こう、みんな。この先に倒すべき創造主がいるんだ。なんだ？エターナルスフィアのディスプレイから何か出てきたよ。新手のパフォーマンスか？エクスキューショナーはどこだ？さあ、とにかくここが FD 空間のようね。無事に着きましたね。よかった。ええ、そうね。おいおい、敵の本拠地ってのはもっと緊迫感があるんじゃねえのか、普通。そうだよね。一体どうなってんだろう。でも、ここは FD 空間ですよ。間違いないと思います。ええ。一体どうなってるんだ。お兄さんたち、今エクスキューショナーって言ったの？え、ああ。君は言った。僕はフラッド・ガーランド。そんなことを聞きてんじゃねえんだがな。ああ、大丈夫大丈夫、僕は敵じゃないからさ。どうだかね。うちにおいでよ。多分お兄さんたちに知りたいことがわかると思うんだ。まあ、こんな子供に俺たちをどうにかできるとも思えねえがな。ええ、それに情報を集める必要はあると思うわ。そうですよね。うん、行ってみよう。どうやらエクスキューショナーについて何か知っているみたいだし、それにここまで来て危険を恐れていたら何もできない。虎穴にいらずんば孤児を得ずってやつだな。うん、そうだよね。
決まりね。早くしないとセキュリティサービスがやってきちゃうよ。早く早く。ただいま。おかえり。フラット、その人たちは。ずいぶんと変わった服装だけど。え、あ、友達友達。お友達。そう。お兄さんのフルネームを教えてもらえるかな。それと出身地も。僕の名前。うん。そんなこと聞いてどうするつもりだ。別にどうにも、ただ確認したいだけだよ。僕はフェイトラインゴッド、地球という惑星の出身だけど。これでよしっと。出た。すげえや。やっぱりお兄ちゃんたちはそうだったんだ。なるほどね、納得。ブレアの言った通りだ。ブレア？ねえ、何がやっぱりなの？私にも分かるように説明してよ。お前やつらの関係者じゃねえだろうな。違うよ。なんて言えばいいのかな。お兄ちゃんたちはエターナルスフィアの住人なんだよね。エターナルスフィア。そうさ、これだよ。これは…そんな…どうして？連邦とエクスキューショナーの戦いね。そう、今エターナルスフィアで実際に起きていることさ。実際に起きていることだ？おい坊主、エターナルスフィアってのは一体何なんだ？なぜ連邦とエクスキューショナーの戦いがここに映し出されてんだよ。落ち着いて、ちゃんと説明するよ。エターナルスフィアってのはね、シミュレーターの中の世界なんだ。で、地球もその世界の中に存在する惑星の一つってわけ。え？エターナルスフィアは個々の端末から干渉できるんだ。だから銀河系で起きている事件もここで見れるというわけ。つまりお兄さんたちはエターナルスフィアというシミュレーターの中にいる登場キャラクターなんだよ。ねえ、この子一体何を言ってるの？僕たちがシミュレーターの中の登場キャラクターだって？そう。つまり俺たちはプログラムだってのか？まあ端的に言えばそういうことになるよね。じゃあ銀河という世界はただのゲームのステージだというの？ううん、エターナルスフィアは
オンラインで僕ら参加者全員が共有しているんだ。勝手にリセットできない。だからゲームっていうのとは少し違うよ。まあ一種のパラレルワールドみたいなものかな。僕たちは君たち FD 空間の住人に踊らされていただけなのか。そう言ってしまえばそうだけど、でもお兄ちゃんたちはそれぞれ独自の AI プログラムで動いているわけだから、本質的には僕たちと一緒だよ。別にコントローラーで操作しているわけじゃないもんね。少なくとも僕はそう思ってるけど、存在している次元が違うだけさ。だからパラレルワールドと評したわけね。うん。エクスキューショナーって一体何なんだ。やっぱりプログラムなのか。うん、その通り。この間発表されたプレスリリースによるとね、エターナルスフィアのプログラムの一部である銀河系って区画に異常が認められたらしいんだ。お兄ちゃんの出身区画だよね。それでその異常をそのまま放置しておくとプログラム全体に悪影響を及ぼすって判断したみたいなんだ。で、その悪影響部分を削除するために送り込まれたプログラム、それが執行者、つまりエクスキューショナーってわけ。バグフィックスプログラムというわけね。冗談じゃねえ。神だなんだってのも十分バカみてえな話だと思ったが、プログラムだと？でも私たちがプログラムだとしたら、どうしてここに存在できるんでしょう。この子の言うことが本当だとしたら、私たちはここに存在できないはずじゃ。それは僕もわかんない。それがマリアの力なんだろ、アルティネーションのさ。そうなんでしょうね。ラインゴット博士が与えてくれた力、プログラムの生み出したプログラム、考えてみればそら恐ろしい力だわ。しかし坊主、お前なんでそんなに詳しいんだ。うん、僕の友達がエターナルスフィアの開発会社の関係者だからさ。ブレアって言うんだけど、僕にいろいろ教えてくれたんだよ。あ、でも勘違いしないで、僕は敵じゃないからさ。ではなんで私たちをここに連れてきたの？興味があったっていうのが一番の理由かな。だって信じられないでしょ、普通。プログラム生命体が自分の力でこっちの世界に来るなんて想像もできない話だからさ。ま、そりゃそうだ。お兄ちゃんたちはエクスキューショナーに対抗するために来たんでしょ。で、勝てそう。セキュリティサービス？敵か。フラット、君やっぱり。違うよ、僕は何にもしてない。動くな、両手を上げろ。死んだ奴らに様らの身柄を拘束する。母さんがセキュリティサービスに連絡したの？だってフラット、母さんあなたが心配だ。まったく余計なことして。どうすればいいか今の僕にはよくわからない。でもここで捕まるわけにはいかないんだ。ああそうだな。行く。ああ。乱すやからめ、おとなしくバグにつけ。冗談じゃねえぞ、おい。エリアルライド。エリアルライド。ブラッシュチャリオット。武器潰す。
強い。これで終わり？本気を出すまでもないね。手応えのねえ奴らだな。 FD 人ってのはみんなエクスキューショナーみてえに強いのかと思ってたぜ。エクスキューショナーが特別な存在なんでしょうか？そうかな。おそらくね。エクスキューショナーはあくまでエターナルスフィア用に作られた特殊なプログラムなんでしょう。うん、そうかもしれないな。これあげる。なんだこりゃ。お兄ちゃんたち、僕の話が信じられないんだったら自分で確かめてみるといいよ。ジェミティ氏にエターナルスフィアの特殊端末があるから行ってみるんだね。こらフラッド、あのガキ、味な真似を。フラッドの行ってた場所に行ってみましょう。このディスクで何かわかるのかもしれない。